もう僕は松崎さんの映画語りがもう大好きでですね。うん、まあご一緒してるワワワプラストという番組でもね、まああのたまにご一緒させていただくともう本当に楽しくて、えもう本当ストイックな人なんで、生活のすべてを映画に捧げてる人なんですよね <laughs> <ー>。まあ多分ねこれ前10月ぐらいにあったり、はい、とか季節がバラバラなんですけど、ええ。はい 年中いつ見ても僕の格好だと思うんですまあこの服しか持ってないもう服を選ぶ時間があったら、まあ、これをまあ微妙にジャケット種類は違うんですけど、えー、まあ黒で白か下黒って決めてて、うん、要はまあ1日あのクローゼットの中見て何着ようかなとかって見るじゃないですか大体いい早くても1分ぐらいかかるでしょ <laughs> かかるじゃないですかね1分かかるじゃないですか 1>, 1分が36。5日で36、ええ。5分になるんですよ。ええ、そうすると120分の映画が3本見れる。こういう人なんですよ。36<分>。5分<ー>え、うん、5時間、うん、ベンハーぐらいですね。<で> <laughs> いやショアーぐらいですか、人間の条件、第1部と第2部ぐらいです間全部は見れないですけどね、収入のすべてもね、そういう換算のされ方するんですだからもう、信号待ちの時間とか、もう、やきもきしないんじゃないですかいや、もう本当、なるべくね、信号にかからないような道を選んで さすがでございます、はい、もうそれだけ映画に捧げてる人なんで、えー、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか、はい。今日はまあ、これ、夏でもあります、はい。夏の終わりでもあるので、怖、はい映画とか、どういいですね怖い映画特集。はい いいですねこれどういう形で話進めましょうかまあ怖いまあそれぞれが一本ずつこれ怖いよっていうのを時間までラリーでいきますかはいと思うんですよ怖い映画っていうのはホラーとかそうなんですそもそもでも映画と怖い映画って相性がよくてですねはいそのもともと映画っていうのはまあ今はルミエル兄弟がやったシネマトグラフっていうのが 映画の誕生ってなってるんですけども、発明自体は、エジソンが作ったキネットスコープって言って、あの皆さんがこういう会場で一つのスクリーンを同時にえと、たくさんの不特定多数の人と見るというものではなくて、はい、箱の中を覗いて、動いてる映像を見るっていうのが、そもそも最初だったんですよ。よそのいういもののっていうのが、はい なんか見せ物小屋とかサーカスとかに併設されててつまりはそこ見せ物的な要素が強かったんですそれで1930年代ぐらいになってドイツでドイツ表現主義っていうの生まれた時に光と影をこう扱うようなこわごわとしたカリカリ博士みたいなものが生まれてその表現っていうのがホラーに生かされていくんですけどやっぱこう光と影じゃないですか。で 暗いところには何かがいるみたいなのは日本の妖怪の話とかでもあるようにやっぱこう暗いものと明るいものを映し出すというものっいうのはやっぱ映画と親和性があったんだと思います。<ー>だから怖いものっていうのはまあ初期はそんなには作られてないんですけどでも驚かすという意味ではその一番最初に物語性がついた映画って言われているのは大列車強盗っていう映画だって言われててその最後のカットは画面 画面に向かって、うん、えとガンマンが、観客に向かってか、はい、観客に向かって銃をぶっ放すっていうので終わる、で当時の人たちは自分が撃たれたと思って、うんまあ、そんなわけないんですけど、えー、びっくりしたっていうぐらい、まあ、そういう、驚かすっていうことは、映画の中でずっとされてきたので、観客に向けてっていうのはね、はい、あの昔の東映で言ったら、山城慎吾さんの役目ですよ。<laughs> 昔のトイレで不良番長の山城慎吾さんが出てきた。そうです、そうです。山城慎吾さんが不良番長シリーズで観客に語りかけるんだから。この後どうなっちゃうのみたいな。知らないよ、みたいなね。映画でそんなのあったんだよ。あったんだよ。面白いんだよ。不良番長の島話しなかったんよもう必ず、それで、必ず山城さんが。山城さんだけふざけるんですよね。ふざけてうんこするんですよね。 フラワー番長シリーズで必ず山城さんが動くすんだよ必ず。そこでなんかあの、いたずらされて、あひーとか言うんだよ。ほんで、フラワー番長何がすごかったって主題歌がものすごい雑なんですよ。フラワー番長ご存じの方いらっしゃいます見たよって方いらっしゃいます覚えてますね。何かいらっしゃいます主題歌。ね歌おうかおーバンんちょう、トゥ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 、おーバンんちこれが延々と続くんだよ。おーば長んおーばーしか言ってないんだよ。それ、ちびまる子ちゃんの主題歌ではないですよね。 うんけやっぱりやっぱり覚えてたんじもいいだろうすいませんまあでもそういう意味ではこう怖いものっていうかその人知のこう人知を超えたものっていうものがね陰で表現されていたとそういうところで松崎さんが選ぶ怖い映画はじゃ一本目まああの入り口なのでちょっと新しい映画をちょっとおなるほどこれから公開される映画ええなんだろうはいじゃまだ 別に僕これ宣伝でお金もらってるわけじゃないんですけどクワイエットプレイスという映画い、9月の末から公開されるのでぜひ見ていただき直訳そのままであまり映画の中では状況が説明されてないんですけどおそらくこれは何かが起こって地球が滅亡した後の世界じゃないか っていうとこが始まるんです。えー、それで、えっ、ー、と、ある家族の話なんですけど。はいはい、その世界は、えー、音を立てちゃいけないんです。ほう、音を立てちゃいけない。はい、音を立てちゃいけなくて。誰か狙われるとかそうう。そうなんです。音に反応した何か、これが多分。宇宙からやってきた何かじゃないかなと思われるんですけど。それは音に反応して襲いかかってくるんです。 だからみんな、こんなんして歩いてるんですよ。会話はどうするんですか、コミュニケーションはどうするそれで、おそらくみんな会話をしたり、音を立てたりするから、人類は滅んじゃったんじゃないかなと思わせるんですでこの映画がうまいのはまさにそこで、達夫さん、さすがだな、つくコところが、気持ちよすぎる、僕です 僕です <laughs> <laughs> この映画、巧妙なのはその下の娘があの耳が聞こえなくて家族が手話をできるっていうことになっ、うん、それでそかおそらく、まあ、生き延びたんじゃないかということでその世界でいかにその家族が生き残るかっていう話なんですけど、うん、この映画はなんか怖い話じゃなくなってんな、うん、まあい,いや <laughs> あ<の>でも下の娘がいるっていうことはまだ最近なんですね。そうなんで、うん 普通、映画っていうのは映画館で見ると爆音とか最近音上映あるじゃん音響がすごくいいっての売りじゃないですか応援上映が入ってますもんね、プリね。あれがわかんないんだキングオブプリズム、誰も知らない、切ない。っていうのがあるんですけど逆に無音も結構表現できることなんですは 死者で見てもそうなんですけど、えー、もうなんかね膝をするのもためらうぐらい緊迫感がす、えー、それ劇場体験としても最高です,、ね、いや最高ですだからそれはもう集中してみるしかなくなるんですけどこの映画何が怖いかっていうと音を立てたら襲われるわけです、うん、だからもう音を立てない,立てないようにしかもさっき言った暗闇からやってくるんですよ だいつ襲ってくるかわかんないよねで、この家族、えー、お母さんが妊娠しちゃうんですうわー赤ちゃんどうすんの,のって話じゃないですか、ねうん、それをこの映画どうすんのかなということでこの後は映画館で見てくださいうわー <laughs> うまいうまいうわすごいでもねこれ本当そのねどっから来るかわかんないちょっとなんか、うん 音を立てないようにしようと思ってもうなんかこう転,が転がったりとかあるじゃないですか,なんかするそれでもうこれどうなんだってドキドキ,ドキドキするんですけどこの映画最後はねちょっと感動するような話になっていくのすごいなと思うのでなんでそういう世界になってしまったのかとかその音立てた瞬間にどうなっちゃうのかっていう描写はもうあと後後出てくるのただ前提がとにかく無条件にドーンとあって。 これになれろってことなんですよね。怖いです。これはね、弾きますねこれは。はい。これぜひ本当見ていただいて。でも逆に言うとどんな物音でも、なんかこう例えば服を着替えるとか、本当すり足であってもちょっと音乗っけてるわけですよね多分、うん。はいはい。ま。あ 多少の音は大丈夫なんだからその <laughs> そこがなんかまたより緊迫感ですよね大きな音を立てると、まあ、常にその近くにいるわけじゃなくあだからその生物、うん、生物という、まあ、生物いっちゃったねそれはそあれは目は見えないっぽいんです。うん なるほど。だか音に反応して襲ってくるっていう設定になってるんですけど。高森は超音波ですからね。まあまあそういうやつですよね。クワイエットプレイ。いや絶対見たいですね。それは。絶対。見た。い超おすすめです。年内公開ですか。もう来月の末に。おお。これはぐらいかな。ちょっと行きたいですね。はい。 そのことを宣伝っぽく言ってたよっていうふうに書かれることの方が怖いですけどねちなみにどこの映画なんですかアメリカの映画です実際に夫婦の俳優同士が夫婦の役で出ていますで旦那さんが監督をしてるいさあ一本目はクワイエットプレイス松崎武雄さんありがとうございますじゃあ折島さん俺怖い映画怖い映画 そうですね。あのー、怖さの質がちょっと独特ってことで言うと、えー、鈴木清順監督のツゴイネルワイゼンっていう映画があるんですけど、<laughs> これあの、1980年、昭和55年もちろん松崎さんもね、はい、もうご存知ですよ、ね。ラララー。で、であのレコードから始まる、ね。はいはいはい。<laughs> あのね、そのだから、えー、サラサーテっていうね、その演奏家、まあまあ先ほどからてもあるけど、サラサーテがそのあのあ演奏してるツゴイネルワイゼンのレコードがこうずーっとかかってるんですよ。で、その瞬間にあ、その、まあ、佳境に来たらね、演奏途中にそのレコードの中から、 うまいな。<laughs> うまいんだ。うまいんだ。俺ね、映画再現芸のね、<laughs> 俺ね、あのそろそろねあ、10年後にね、本気で二代目マルセ太郎を死ぬるから。<laughs> いや、本当に本当に。うん、本当本当いや、ほんなら、わらわらって音が聞こえる。うん、何言ってるかわかんないんですよ。ね、で、これは、後に、そのサラサテが本当にその生前、あの録音したときに何かしゃべったらしい。えー そ,、うん、どこそうだからその何か喋った言葉がそのまま吹き込まれてプレスされちゃったお<ー>じゃあさらさて何に気づいて何を言ったのかっていうねう知りたいでしょ知りたい <laughs> それが最後までわからないんですよ <laughs> えー、でそれがわかるつまりドイツ語らしいな君なら聞き取れると思ったんだがいやーとても無理だなもう少し発音がしっかりしてくれなきゃなっていう 原田芳雄と藤田聖也ってね、まあ、この人は映画監督もやった人ですけどこの2人が出てくるで原田芳雄はもう本当流浪で流浪ブライのと2人揃って陸軍士官学校のドイツ語の教授をやってるんだけれども藤田聖也は折り目正しくていわゆるその市民生活がちゃんと遅れてて、ね、でここでこういうなんかその,あのいかにも当時のモガみたいなさあのおしゃれな女房これがまあオークス道雄なんだけどこれをめとってて。 2、ねまあ、人の間に子供はいないけど、まあ、まあその要するにブルジョワですよ、うん、生活してるでそこにやっぱり自分にないものをことごとく持ってるってことであの、まあ、惹かれて親友の関係になるのがその原田芳雄なんだけど彼はそのもう本当女はもう,もうつまみ食い片っ端からつまみ食いででかだんの戸ですからあの全国をひたすら旅して歩いてるんだよねで、まあ、その2人の,その、まあ、道行きっていうかこうの軸に淡々と物語進んでるんだけどそ,のそこに 常にさらさらってレコードが鳴ってて要するに守備結構がこう整っててさなんかこういういの,の人がどうやって死んだんだか、えー、その謎なんですよみたいなそういう提示の仕方をしないんですよ例えば、ね、こんな感じなのね、うんふえー、藤田聖也がそのレコードの、ね、原田芳雄に聞かされるいやーとても聞き取れないなもう少し発音がしっかりしてくれてなきゃね声といえばね不思議な声を耳にしたよ。 この間女房と一緒に女房の妹を鎌倉の病院に見舞いに行ったんだがねって言って再現シーンになるわけ、うんね、で病院から出てきました藤田俊也と大久住町の2人が夫婦揃って料理屋に着いてます皿がうわーっと並んでるんですよ懐、うん、石料理みたいにね綺麗な酒の,の漆塗りの,そのおわんがわーっと並んでるまず気持ち悪さ 1, 1>、うん、大久住町がねすごいうまそうに食べてるのいろんなもの食べてるだけど 何を食べているかが分からない、んですよ何を食べているかが分かがらない全然、うん、ちっちゃいし、なんか,なんか全然分からない、うん、あなたこれおいしいとか言うけど、うん、全然分からない。うん、ねで、藤田としても何食ってんのか分からない、まあ、かろうじて分かるばあ、そば今ずるって言ったからそばかなとか、あなんか天ぷらっぽい今ひたくっと落としたからあそれかなっていうのは分かるけど、それ以外は何食ってんのか全然分からない。そんで妹さんの会話してて、19、うん、で死んじゃかわいそうだよななんていうね。うん、もう でもことによるとお医者さんがなしだと持ち直すかもしれないってなぜなぜってつったら鼻つまんだような声でダメだよって声が聞こえた<う>それだけなんですよでパッと画面切り替わったら、はい、は原田芳生かこうやって触れてるわけ君が言ったじゃないか君がダメだよってっていうね 女房がそんななに驚くわけないだろ女房はね初めての経験をしたときに自分で自分の顔を鏡で見る癖がある、そのときもそうしたよだから、あれは幻覚なんかじゃないんだっていうシーンがあるうそ,ういうそういうのの繰り返しなんですよ、そういういのの寝ているときに誰かに水をかけられたのかと思って、ゾッとして起き上がった、ね、そうしたら周りに誰もいない。 寝ぼけてて分からなかったんじゃないかなんて言われた。いや枕元に置いてた水差しの水がすっかりなくなっているんだな<ー>夢じゃなかったんだなそんなのばっかりなるほど延々と延々とそういうのが繰り返されるわけ最後にもうねそのああのー、まあ、中迫っていう役名なんですけど原田芳夫の方が流、ね、浪のデカダンのとの,の原田芳夫の方が先死んじゃうんですよ不思議な水星無視のような状態でね<ー>死んじゃうわけで それから5年経ったっていうんだけどなその、ね、劇的な変化とかそういうのが全然起こらないわけ、うん、あまりにも起こらないからそれ,がそれがかえってなんか気持ちいい感じになってくるわけよ。うんね、で死んだですよ原田一郎が死んだ後残された大谷直子を演じるお稲さんっていうね人がそれまで一度も藤田敏也のところに訪ねてこなかったのに、うん、訪ねてくるようになるわけ。ね 中佐君春菜一緒には忘れ方みたいなこんなちっちゃなおかっぱの女の子が生まれて、うんね、るんだけどその子を連れてやたらと藤田敏也のところに来るようになる、うん、それでザンザルのブリンペン・シュメスペーパー・ホップをお宅様にお,借りしてお貸ししてるはずなんですけれどもみたいな <laughs> 要するにドイツ語の専門者なわけですよ<ー>それを言語でパーッと言うわけ<ー>、ね、でそのお稲さんという設定は田舎の芸者上がりなわけ<ー>、ね、で藤田敏也が わついてくるけなんで田舎の芸者がドイツ語の専門書を「神もしないです」と流れるように発音できてか、ねうん、しかもその本が中迫が俺に貸したってことを知ってたんだってことを奥さんと延々食事しながら会話するわけ、うん、中迫さんに教わってたんでしょ中迫はそんなことするのは貴重面な男じゃないよだからじゃあ誰が 分かんない。こここのうちそんなちも怖くない？<laughs> <laughs> <laughs> 最後<い>ね最後だからその中々の家行ったら<ー>ねもう,うその要するにそのレ,レコードまで借り借り借りてたってことが分かって返しに行こうとしたら、うん、その忘れ方見の女の子が橋のたもとで、うん、こうやってるわけ。うん、こうやってる。うん、つまりそこ渡ったら死の世界ってことなんですよね。<ー>そこにその死の世界っていうのにお<ー>人おその人間は全然その だろう生きてるように見えて死んでる人がいて実際に肉体があってこうこう形があって姿もちゃんと見えてるんだけど生きてるように見えて実は死んでる人がいるんだっていうメッセージ、ねうん、俺はぎら憲一さん経由で聞いたあの会談を思い出しちゃったんですよぎらさんが仕事で知り合ったあの霊媒師の人がいて。うん 俺はちょっとそういうの嫌いだからそういう趣味ないから仕事だから受けるけどマネージャーが勝手に取っちゃったでも俺嫌いだからね現場で何起こっても知らないよって言ってみた会あったらすごい砕けた人で酒好きめちゃくちゃ話し合ってこんな霊媒師いないんだろってくらいものすごいノリ軽いで、なぎらさんも面白くなっちゃって音楽も好きだって趣味もいっぱいあって対談はもう完璧に順調に終わってじゃあ 飲み行っちゃおよかったよかったって言って何度、まあ、か、まあ、男のデートを重ねるじゃない、うん、ある日、あのー、新宿で会ってじゃあ行こうかって言った時にその日に限って霊媒師さんがすげえ体調悪そうなの、うん、ものすごい体調悪いこんな感じなんだって大丈夫かなと思いながらじゃあ行こうかであの歩いた前の,あの信号を待つとかじゃないあそこまで歩いてくる途中に具合悪そうだけど大丈夫っていやあの 大大丈夫です大丈夫夫ででですすすすまませせんん今日はちょっともあまりにひどいからえど,どうしたのってなぎらさん、あのー、この世の中にはね生きているように見えてあの実は死んじゃってる人っているんですよえどうって何でそんなこと急に言い出すわけ何おやだな、俺そういう趣味ないって言ったじゃないそういうこと言わない人だからあんたのこと好きだったんだけどななんて言ってごまかしてたんだけど、うん、その日に限っては全部マジなのだ、うん、いやあのすみませんあのでもこれだけは言っておかなきゃいけないと思って。 で信号の前に、待ってじゃない、そしたら目の前にね、水色の T シャツ着て、がたいの大きな男が立ってるんだって、うん、挟んで、信号の真向かいに、うん、そうしたらその、それ見た瞬間に、その霊媒師の人が、パーっって言って投げらさん、柳らさんって、口もほとんど動かさずに、柳、うん、らさん、あの真向かいに立ってる、水色の T シャツの男、見えるでしょ、もう目もこんな感じ、もうこんな表情なんだって、見えるでしょ、水色の T シャツの人、見えるでしょ、あの人、死んでますよ。 っっててうんだってうんあの人死んでますから死んでますから気をつけてくださいもう勘弁してくれよほんとさもう冗談これから飲みク行くとね気分ぶち壊しじゃないよなんてもう,もうあくまで笑いにぎらさんもだん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 不安になってきて。 笑いにかまけようとしてかまもうごまかそうとしてもうななんかとにかくその気分変えようとしてでも嫌もでも気になるんだよねで、そうこを信号青になるわーっと人の波動き出すこうやってもう嫌でも、まあ、たくさんもうじゃねえよなってわーっと言ったらその水色の T シャツのやってこうやって歩いてくるわけ歩いてきて、うん、わーっと言ってラさんとちょうどラ、ね、さんとの刃人水色の T シャツわーっと来てすれ違いざまにラさんの方にぽーんと手を置いてどうして分かったのって言ったっていう、うん、こういう話。<laughs> へへへへへへへそういうのがね脂肪に乗る場合っ思い出しましたよなるほどどうですか松崎さんこの怖い映画っつってリングとか螺旋が一切出てこないあのね一発目にリングはだって怖くも何ともないじゃないだってあれ俺完全にヒールレスラーじゃないのね貞子の出方これ貞子の何でしょうだってあの来るきっと来るだろまあまあ顔芸みたいなところ。顔芸ですよだって髪のだから あれもうお化け屋敷入ってこんにゃくがペロンみたいなことですからそうですよああいうのはねそこまで言わないですよねでもねくしくもなんですけどスゴイネルワイゼンという映画は通常の映画館で上映されたんじゃなかったはいはいあの銀色のドームのシネマプラセットってやしてねだからいわゆるちょっと見せ物小屋的なことでやったので共通点があるなと思ってなるほど考えてみれば怖いですか 松崎さんこのる愛人は本当に、ね、よく分かんないって当時から言われてて <laughs> 今もでも評価は高いんですよだからそのこう不条理なものの間をどう理解するかってことなんですけども理解しできる方が怖いんじゃないかなって気もしますよね,ね、はい、なんか感覚的なものなの。というわけでまずターンもう1回目のターンが終わりましたけれども、はい、さあ2発目じゃあターン2いきましょうか <laughs> う松崎武夫名人。 じゃあ、ね、<laughs> 名人。そうだな。まあ、だまあ、本当にちゃんと、僕は本当に最初。子供の時に見て、めっちゃ本当に怖かった映画。それ聞きたいわ。があって、それ今でもね、思い出したら結構怖いんですけど。あの。どういう、タイトル後で言った方がいいですか、ね。うん、知ってたら嫌ですもんね。まあ、一回言ったって。うんうん、夕暮れにベルが鳴る。 っていう「暗闇にベルが鳴る」って映画オリビア・ハッセイの映画があるんですけどそれとはちょっとまた別に「ユーれルベルが鳴る」っていう映画があって<ー>これはあ,のあるまあ女子大生が邦画ですかいやアメリカの映画です、うん、キャロル・ケインっていう人が主演なんですけど、えーそのまあ、ベビーシッターってあるじゃないですか<ー>それに呼ばれて、まあ、そのお金持ちかどうかわかんないけどそういう家に行ってベビーシッターをするって話なんですよそしたら まあそのいたずら電話かかってくるんです、うん、ちょっと卑猥なこと言われたりして、ね、であしらってたりするんですけど、うん、だん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 と執拗に電話が何度もかかってくので、うん、怖くなってで彼女はそのもう「もう電話かけないで!」って言って、まあ、切って、うん、でさらに言うとなんかちょっとあのその家にあるアイスクリームの話とかをしたすんです。 <え>冷蔵庫にこのアイス入ってるでしょう。ちょっと怖い怖い<ー>それで冷蔵庫見に行った確かにあるんですよ<ー>で部屋に戻ってくるとその子供寝てる子供のそばにそのアイスクリームの食べかけのものが置いてあって<ー>うわ怖い血で血でそれで怖くなって警察に電話するんですよね<ー> <laughs> それで警察に電話したら「あ分かりましたそういうことまあまああるのであのご安心ください」ってなって、えー とったらまた電話かかってきたのでまたいたずら電話だと思って取ったら警察からで今すぐそこから逃げてくださいってですおおなぜならその電話は家の中の内線からかかってた、うんえー、超怖い超怖いえ <laughs> まえ犯人は家の中にいた 話でそれはかくれんぼしてたっていうわけじゃないですか、ね、いやいやいやしかもこれねマジで、ねえー、江戸川乱歩の人間イスじゃないですか <laughs> 超ー乱歩の人間イスですよね<ー>完全にね<ー>奥様の肌触りが <laughs> 奥様のね,、うん、ねちょっとアキラ入っちゃったけどって,っていうのは

本当にねそれいまだにだからそのリンクが怖くないとかっていうことで言うとういうと僕も同意するところがあっていっちゃん怖いのはやっぱ人間じゃないかなって思うことがあってそのやっぱ一番元になった話で、えー、これにはまだちょっと続きがあってですね、うん、それをまあ家族で見に行って母親と弟と3人で見に行って、うん、帰りに。ああ 地元の百貨店に行ってなんか文房具でも買ってくれるって言うんで、ね、文房具屋さんに行って買ってたらなんかね弟が変な男の人にこう声かけられて。 僕はまあ小学校2年生くらいだったからちょっと待ってお母さん子供2人連れてその映画のチョイスなくない <laughs> ねその映画チョイスしちゃダメでしょなん、ね、でかっていうといもっともうこれ「スター、ね・ターウォーズ」とかでいいじゃん2本立ての中の1本でああなるほど、はい ああでしょ。エレファントマン見に行ったんでいやそれもおかしい。それもおかしい。いや今実行そうですがおかしいそれ。はタケオが見たいって言ったの。エレファントマン見たい。いつの間にかファーストネームで呼んだのか。タケオがタケ呼ばわするなよお前。かちゃんエレファントマン見たい。当時やっぱすごいあの年の年間工調成績の洋画で一位になったぐらい社会現象になった映画で、なんかドリフとかでも。 ギャグになってたりするぐらいあったのですごく見たかったんですけど。 でそんなね、当時の宣伝からすると感動的なヒューマンドラマみたいな売り方だったじゃないですか、エレフントマンとか、ところがすごい悪趣味なモノコロの映画で、それを僕はまだ小学2年生だからいいんですけど、幼稚園児の弟はもう映画館に行ったのにずっとこうして、ずっとこうしてて、でも幼稚園児でも映画、日本画で見れるんですね。 地獄の4時間だったと思ういます。それはだからね、ジブリで言ったら、隣のトトロと蛍の墓の日本だと出てくる隣のトトロを先に見た子が、あー、えっ、かーとかでやってるんだよ、だけど蛍の墓で、氏だらけの死亡したいって、とか出てくるから、それで号泣しながら出てくるんだから俺の日本だと一緒ですよ、昔、名画座で、古い映画ばかりの名画座でね、夏休み親子特集って日本だとの映画がやったんですよ。一目目ががでゾンビだった 3文字だけは似てたけどこれで号泣して出てきたといそこの映画館は本当に名物映画館で有名だったんよ、名画で一番すごかったのは特集、日本の歴史って日本だってやって1本目が日本誕生、あの古事記のもので日本誕生だったって2本目が日本沈没だったんですよ。4時間で日本の歴史が終わっちゃった の誕生したり沈んだりなんか忙しいですよねからそれだでう弟は多分覚えてないと思うんですけど僕はか,かわいそうなことしたなと思ってその後も怖い目にあったし。<laughs> 怖いののあった知らないおじさんに声かけられて、<laughs> 母親が見つけて、何事もなかったんですよ。いやいや、本当にね、悪いことしたなと。んていう映画ですか夕暮れのベルが鳴る。夕暮れにベルが鳴る。もうこれ、スタイヤで回転率高くなるよ、これ。もうすぐ高くなる。これ知ってました俺知らない。エレファントマンは見たけど、その日本立ての方は見てないです。日本立て、昔当たり前だったんですけどね。いいのに当たる時もあるんですよ。 パーーティーハリー4を見,に見たくて見に行ったのに、同時上映だったトム・クルーズの卒業白書を見て、トム・クルーズのファンになっちゃったあ、ああ、そっちのほうがよかったこういう、だから、セレンディピティみたいなのありましたよね、それが楽しみだったの、<ー>拾いものがあるっていうね、今、全部食べログみたいにあの評価見てから行くんだよ、五つ星で出る、って、つ星かどうかはお前がつけるんだよ、カみたいな、<laughs> 本ですよ、本当に。 またここで怒っちゃったよじゃあ2ターン目俺じゃあねじゃあねいや子供の頃に見て率直にっていうんだったらもう本当に身も蓋もなくもう大メジャーで言っちゃいますけどジョン・カーペンター監督のですね優勢からの「舞台 X」優勢からの「舞台 X」これはねもう音楽がだって音楽がもうさもう怖いよっていう子供の頃に音楽まで再現しますからね うでもうやたみたいな,こうな。でこういうのがンンンン南極に、ね、調査に行くわけですよ。そうしたら実は何百年前か何かにあの宇宙からそのあの飛来した物体があ,あってその氷に閉ざされてたたまたまその氷が溶けちゃってポコッと出てきちゃったんだっていうのを、ね、先に北欧の,あのフィンランドかノルウェースウェーデンかなんかの舞台が調べてた。 ね、それがなぜか全滅しちゃってるんですよ全滅というかね一人の数いなくなっちゃってるでなんか焼けたがれたおかしなな,なんか不気味な物体だけが残されてて、うん、あとは記録映像しか残ってないでそれはアメリカの調査隊がたまたま発見して再生してみたらてんてんてんって話なんだけどあのまあまあもうこれも種はい,いっちゃっても大丈夫だと思うんですけど、うん、要するにその宇宙から飛来した謎の物体ザ・セングね The, そのものっていう、うん、それは接触した 別この生命体そのものに完全に同化してしまうっていう恐るべき生命体だったっていう<ー>だから人間にこうれじゃんそ,したらそのまま入,入り込むわけ、うん、全部食い尽くして、うん、その人間そっくりの別の生き物になるわけよ、うんね、外形を全部その,その生物に変えることができるパーマンだよねだから <laughs> <laughs> コ,コピーロボットの方 <laughs> パーマンパーマンパーマンちょっといいかな、うん 久々にぶち壊したわ。<laughs> <laughs> そうだね。うそうだね。ごめんなさい。ーパーマン忘れてください。怖いよねもうそうそう。で、それがだから最初犬から始まるわけですよ。犬,犬から始まってね。で、最初はみんな気づかないきゃね。その観測隊員たちは気づかないだけど、一人中にあの医学者医者がいて、うん、それがパッとコンピューターで計算してこ、この要するに生命体の正体を知るわけで、そいつが先に冷静に狂っちゃうわけですよ。 拳銃持ってちみんなどうせ死ぬんだみんな滅ぼされる人類は滅ぶつまりこの生命体から発してどん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 電波して浸さだってこれ触れただけで全部乗っ取られちゃうんだから全部こう怖いこんなもまた気持ち悪いんだそのあのクリーチャーが怖い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 なっていってみんなでそれが終わったあとに全く前食い殺される前だった同じような人間がこうやってるんだよ こんな気持ち悪いない怖い怖い怖怖怖分かんないわけ、一見したら。うん、それがどんどん最初は犬から始まってたのがその犬の飼い主をやっていた隊員に移ってその隊員の隣にジャやつに移ってってだんだん,どん,どんやっていくるわけでもうみんなもう気が狂い始めてきちゃってお互いにねお互いの体縛ってあの手を切ってさ、うん、でそ,のそこの血に火を当てたらその血がペゃってなったらあお前が乗っ取られたやつだみたいなそれでどん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 ,どんも,うもうお互い隊員同士が疑心暗鬼になっていくっていうそういうね。 でそ,の間でその間にあのローラースケートでのんきにさそのあの観,測観測所かなんかを、うんね、走り回ってるさその陽あの黒人の,あの,こあの料理番の男がいるわけよそいつがそのラジカセをこうやって持ってかけてる曲が <laughs> スティービー・ワンダーなんだけどそんなねこんなあのもう疑心暗鬼みたいになってるそんな攻めたがいるわけないだろうなって言ってるところにスティービー・ワンダーの曲が書かかってるたんだけどそれがスーパースティション、迷信、うん、っていう意味ですよね。うん それか,かかってるところでそ,そういう演出の細かさ,だからさなので怖いって最後に1人死に2人死にねで3人がその手術してるときにそのこうやってあの心臓が止まっちゃったからで人工呼吸でかかってガンってやったら胸がバカーンってってその中に手がガーッ「ああ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 あ でしたよ、ね、そうですそうですそうですで手,手が,手がもう食われたまま人の胸でこの,この腕が全部食われんだぜ怖い怖いここからものすごいい、ね、<ー>怖い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 ない怖い怖いねい怖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  生き残るまあまあ誰と誰が生き残るかまだ見てない人のために言いませんけどそれがそこがさらに怖い、ね、なるほ,どほんとそこの生き残ったね二2人生き残ったんだけど2人まあまあ2人って言っちゃったけどそれが果たして2人だったのっていうね 2>,、うん、2人じゃなかったんじゃないのっていうね<ー>まあそっかもうこれもう言い過ぎなら僕もうここまで言いません 見ていただきたいから、はい、誰が残るかはまあ見てね確認していただきたいんですけどかなり最前に最初どういうことが出てきたかというとそのなななののでで息が白くなるじゃないですか、うんはい、その残ったうちの2人のうちの片方は息が白くないっていうことが映画ファンの間にまったんです。おー でしょ、はい、おお、うんうん、これは松方弘樹の再現です <laughs> 松方弘樹の再現度120%ところがね、うん、ブルーレイとかの時代になったら鮮明になったじゃないですか、うん、そしたら、ええ もう一人も薄、まあ、ライトの加減だろうからその薄く息吐いてるのを見えるって言い出したんです<ー>おお面白い違うんじゃないかっていうふうにある時期からなったんですああそこで論争が起こって監督はどう言ってるかっていうとそれはやっぱ観客の、あのー、判断に委ねないか委ねないか言わないって言って<ー>観客は言監督は言ってないんですうまいですねところが、うん、ここがポイントですところが 撮影のディーン・カンディーって人がいるんですけど、えー、この人が後にインタビューで答えてるのは、はい、撮影の時に、えー、宇宙人かどうかその舞台 X なのかどうかっていうのは一応撮影上ではルールを作ってたっていうんです<ー><ー>で、えー、キャッチライトってあるでしょモデルの人たちが 目にこう星がはい光が入るようにするとまあ可愛く見えるっていうキャッチライトってあるじゃないですかキャッチライトを当てて目の玉に光が見えるのは人間でそうだからよく見るとそうじゃない人は<ー>目に光がまあだからちょっと不気味な感じがするんだと思<ー>それでラスト見てください いやたくなっ,ちゃった何より俺が見たくなったんだ、えー、しかもねこれも今度 4K リマスターされたものが秋に出るんです、えー、アメリカで<ー>そうするとさらにラストどうなのかってのは何もこれ以上言えー、ないん,んだよ <laughs> これはもうでも見ないとねあのね悪いけどねリメイクされましたよリメイクされたけどね見る気になれない正直それだけ完成度高いややっぱり壊されたくないもんあの味わった業務のまた音楽がいいじゃないですかカーペンターって監督はですよね自分で脚本監督もやるんだけど音楽を音楽までやっちゃうんですよでねそのカーペンターの

もうそれとね「あのゼイリブとかねそれから「ハロウィンン」で「でうせからの舞台 X」もねこの「どん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 これももうカーペンターやってるからなるほどこれをね音楽込みでいいね聴いていただきたいですこれだけね熱く語られてる映画なのに公開当時はヒットしなかったんですマジっすか全然これた最ですけ理由があってですねこれユニバーサルっていう映画会社が作ってるんですけど この映画ューセカのブタ X が公開される三週間前に同じこうなんていうかな宇宙人を題材にした映画が公開され、何ですか何ですか浅崎さんあれですよねあれですこれですよねこれですよねこれこれこれああそうかそうなんですあれで全部持ってかれちゃっただから会社としては両極端なものを実は同時期に作ってたんで だからその観客を選んだのは当時はやっぱりまあ宇宙人と仲良くなるっていう,ふうにすると <laughs> なるほどなるほど <laughs> ああ親子連れで見られるんでね <laughs>、まあそ,まあ、そうですね、えー、まあ求められてなかったでもその未だにこう評価されてるのはそのさっきの、えー <laughs> ものまねされてたけど、やっぱそういう感じですもんね、今でもできないようなその特殊効果で宇宙人の表現をしているっていうのがやっぱり斬新だったので、いまだに評価されてる今ねたまたまね、ね松崎さんが E.T. の名前出されたんで、俺、好きな話なんだけど、E.T. もあのななん、ね、2000何年、デジタルリマスターなん<ー>とかバージョンとかって劇場公開されたことあったじゃないですか、何年か前にね、ね、うん、E.T. の。でねあの、ちょうどね、その時期に K.T. って伺ったんですよ。うん KT って、KT っ,、あのー、<え>っていうのは、1972年に金大中拉致事件っていうのが東京で起こって、ね、でこれ、韓国の情報部員が関与してた、まあまあ、要するに日本国内で拉致して、その当時、韓国国内でその反対性運動をやってた金大中をその、まあまあ、何しようとしたっていう、そのまあ有名な政治的な、ね、大事件が起こったんですけど、その金大中のイニシャルが KT なんですよ。 で、それ、布袋寅さんの音楽がすごいよくて、うん、そのも俺もふいぎりで見たけどさ、うん、坂本淳二監督のねで、KT をあの、水道橋博士さんが、うん、あの劇場でこうやって見てたんだって、うんね、で、KT ずっと見てたら後ろで、カップルが入ってきて、うん、後ろに座ってずっと喋ってるんだってね、カップルがね、それが博士さんの後ろで <laughs> ねえと女の子ねえねえ30分ぐらい過ぎて30分過ぎても宇宙人出てこないの <laughs> <laughs> ねえいつ出てくるのいつ出てくるの宇宙人が <laughs> って言ったら男のセリフが、うん、もうちょっと我慢しろ <laughs> <laughs> KT と ET 間違えるかよ <laughs> 普通考えて入ってる方がいいよ捕獲されるっていう意味では一緒ですけどね確かに確かに <laughs> 俺大好きなね、ねこの話。この話面白いね。あ<ー>さあ、じゃあ,あ、ラストターン。はい、ラストターン。えー、じゃあ、松崎名人お願いします。ラストターン。ラストスカ順位は、ね。順不動だからね。なるほど。じゃあ、どっちも見たいの。まあ。怖い、何が怖いかっていうので。はいええ

マイナーリーグで選手をやってる男がリチャード・プライヤーなんですけどちょっと喧嘩みたいなことをして解雇されちゃうんですよ。でええ、路頭に迷ってたときに弁護士からこう通達が来て、はい、あなたは遺産を受け取る権利がありますと言われるんです。しかも億ドル 100円換算して三300億円身に覚えがない<ー>でそれは、えー、と黒人なのにいろいろ先祖をたどると、えー、白人の人がいて、えー、<laughs> みんなその子孫が死んじゃって君しかもう残ってないんだとお<ー>でそのマイナーリーグを解雇されたようなお前にはやりたくないんだけど<ー>ある条件をクリアしたらその300億円を君に。 あげるっていう遺言をもらうんです。おお、なその条件とは。条件は。えー、えー。そのうちの三千万ドル。はい。三十億円ぐらいを。三十日で使い切れっていう。<laughs> ああ、なるほど。三十日で使い切ったら。三百億円やると。<laughs> ああ<ー>、えー。で、もし使い切れないと思うんだったら、もう目の前に弁護士に一億円を預けるから。百万、今百万ドルか。 3億ドルを選べと、うんええ、そっかだからもう器が試されるわけですねそうですだから30日で30億円使い切れなかったらゼロしかも条件はまたあってじゃあその高い絵画とか買ったら済むじゃないですか、ええ、ダメなんですダメ最終的に自分の財産になるような例えば不動産とか、ええ、そういうのはダメなんです 消費できるもの最終的に30日たった時に、えー、お前のシャツぐらいしか残ってない状態で使い切れる、はいうん、食べ物食べるにしても旅行行くにしても使い切れないな、ね、だからこの映画見てるといろんな人に怒ったりするんですけど、えー、まあ言ったら1日1億円じゃないですか、うん、1>, 1億円なんてね、うん、そんなのやっぱ使えないっていうのがあって、うん、どう何に使われますお二人え飲み食いでしょ 飲み食いでなったら、日本相撲協会全員に大ごちそうです。30日、ま、うん。だから初日で、<laughs> 初日だけで全員に大ごちそう,すうあいつらだったらやってくれるぜ。<laughs> 新弟子から何から全部面倒見るんですよ。行司さんとか何から全部面倒見て。えそれ一部屋でうん千万単位でしょうだから全部の部屋で、え、時津風一門と高砂五一門と、えっと二所関一門と全部やったら、結構いくぜ、おい。<laughs> うん千万ぐらい飛ぶぜ、おい。一日一億か。昔ね、百万男っていう深夜番組あって、はい、100万円をなんか1時間以内ぐらいに使い終わったら、 なんかあげるっていう俺あります奥ですよね奥。一日奥ですよねまあ大体奥ぐらい使わないと戦車買いますあだから残っちゃいけないんじゃないえ何残っちゃいけないんじゃないえ車車買うのと一緒でしょそういうのはダメなんです財産なっちゃうからだからその戦車で大使館突入しますあのそうかそうか戦車は大使館突入 最終的に売るとして、なんか鉄砲とかだったら全然いいんじゃないですか、使うから。そういうふうな有効量だったらいいですよね。いいけど、その後人生どうするのそうだよ、本当そうだよ。いやいや、あのね、これは、だから要するにね、軍を組織するんですよ、なるほどね、軍をね、30日じゃちょっと難しいんじゃないかな、そこが、そこが、あれだよ、お前、使う。 これでも高い食べ物とかでも知れてますもんねまれてるんだ。だから映画の中でもピカソの絵を買ってそれを巻きにすればいいんじゃないかとか <laughs> あなるほど <laughs> そ,ういうそれもだめって言われるんですよ、そういわゆるその資産としてなってるものを無駄にするとかっていう使い方もダメだめだ <laughs> <あー S 2> ちゃんともう領収書も切って、はい、とか何に使ったかっていうのがこれ、主人公野球選手だったので、えー、つまりその野球の試合をドーム借りたりとかして。 ね、有名な選手呼ぶと、使うんじゃないかっていうので、どうなっていくかっていう話なんですけど。この映画見たときに、金って怖いなと思ったんですよ。よ<ー> <laughs> なるほどね。すごい結。い<や>あの結論ですね、はい。金って怖いなと思って、その使っても使っても、なくならないってなったときに。 金ってやっぱ無駄に使うこともできて生かすこともできるんだけども、も自分の人生にとって必要な額ってやっぱ決まってるんだなって思うと、あ<ー>金って怖いなと思ってまま、まんじゅう怖いみたいな話なんですけど、<laughs> けど今のお話をそっくり、そのままゾゾタウンの社長に聞くたら、<laughs> <laughs> ゾゾタウンのよ、あの波が社長によ。<laughs> いいねいでも、例えばマイケル・ジョーダンを呼んで一緒にバスケやるとかっていうことにお金をかけてもいいわけですよね。だからそのこの映画は結局、無駄遣いをする映画なんだけども<ー>金ってなんだろうってことを考える映画になっていくっていうのがすごく面白くてくてためになる映画でまあ怖くねえじゃねえかいいいいや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 ,いやなんか <laughs> すごい深みのあるお話だと、<laughs> やりにくいじゃない、ですかでも、やっぱりお金持ってるってことで近寄ってくる人とかもいるんですかそういうのも出てくるし、まあ、最初はだからね、もうあの、ホームレスもみんないいホテルに泊まっちゃおうみたいなところから始まるんですけど、そういもなくなかなかなかそれでもなくならない何かその 要はそのお金の使い道ってどういうことだろうってことも。笑わせながら考えさせるところ。も脚本家はやっぱ素晴らしいですね。はい。第一次発想がすごいですよね。はい。うん。なんていう映画でしたっけ。マイナーブラザーズ。マイナーブラザーズ。もう一個も早く見たいです。製品。と、もういい、俺の話もいいよ。もう。もう最後はじゃあ、俺します。マイナーブラザーズで締めましょうよ。まあまあまあお願いします。ええ、じゃあ、俺用意してたんだけど、買えるわ。な、なに。 いやあのねいやなんかだから怖いっていうより最初考えてたのはダリオ・アルジェントっていうイタリアの監督がいるんですよ。はいはい これはね、この間、あの、ハッシュタグミート運動ってやったでしょ、うん、あれで、そのなんか、<ー>立役者みたいになって、そのハリウッドの大物プロデューサー告発したってことでね、名前を挙げたアーシア・アルジェントっていう女優がいるんですけど、これが17歳、まあまあ、その事件が起こった時17歳、相手のこ、まあ、少年が17歳だったんだけど、人の、要するにプロデューサーをね、セクハラだって告発しといて、てめえが少年の俳優を、要するに、なんか、レイプに近いようなことやっちゃってたっていう、ううその女がいるんだよ。 大体、うんまあいい、走ってたら右太もんでとかなんかうさんくさんって、うん、何をと思ってるけど、うん、その女優の父親というの、ん、がダリオ・アルジェントってイタリアのもうイタリアンホラーの巨匠中の巨匠って言われてるんですねでサスペリアっいう映画とかそれからねフェノミナという映画とか、うんうん、あとそれから、あのー、なんだっけ。 えー、シャドウとかね、喜びの牙とか、私は目撃者とか、うんえー、トラウマとかね、うん、先決の叫びとか、うんまあ、そういうのもいっぱいあの作品撮ってるんですよ、でもとにかくね、ひたすら美少女をいじめまくるのが趣味なんだけど、要するにあのあのなんだ、ジェニファー・えー、コネリーとか、あもうウジムシのあ、もう、うち虫の、もう、虫がいっぱい浮かんでる沼にバーンと放り込ませるてこと、こんなことすなよ、いって。<laughs> <laughs> 可愛い,い子ちゃんこんなことするんじゃない,ない,い,ゃゃないよ、ルパン、ルパン、そう。なくてもやるよ。ようなに、ものすごいあのサディスティックな芸風の人なんだけど、<laughs> どこの人の、俺はね、個人的に最高傑作だと思ってるのは、サスペリア2って作品なんですね。で、このサスペリア2ってのは、実はサスペリアの続編じゃないんですよ。続編じゃないのに、勝手に2って作けられちゃったの。それはあの、サスペリアを輸入した時七70年代の半ば頃なんだけど、その時にちょうどエクソシスト、それからオーメン、この辺が大ヒットしてて、 ね、で配給会社はそんなに当たらないかなと思ったら予想以上にサスペリアが当たっちゃった当たっちゃったからその後に輸入したのがサスペリア2だったんだけど、うん、このサスペリア2はサスペリアより前に作られた作品、ね、なるほど,なるほど前に作られた作品だから全然ストーリーとかっ、ね、て同じ登場人物が出てくるわけでも何でもないのに、うんね、勝手に配給会社の,あの勘違いでまあじゃじゃん当たったからサスペリア当たったから2でいいだろうって <laughs> 配給会社当時は乱暴極まる話今だったらない話ないですよねサスペリア2っていうタイトルを勝手につけられちゃったのが 現代はプロフォンドロッソ、うん、で英語で訳すとディープレッド深い赤っていう意味になるんですねでこれはねあのもう最高サスペンスもので謎の連続殺人をあのイギリス人のジャズミュージシャンがそのイタリアの,その女新聞記者と一緒に追っかけていくって話なんだけど、うん、これはねもうあと何も言いません空前絶後の映像トリックが仕掛けられてますから、うんうん、えっ あって言うしかない。<laughs> 本当に。まあ、だから、これ、ミステリーとホラーと、その、まあゆ、<laughs> いい具合に融合されてるやつだったんで、ちょっとごめんなさい。だから、趣旨変えろってしたのは、あの、怖さで、ひたすら、実は、あの、日本版モダンホラーでもひ、あのひたすらね、スプラッタホラーで押してって押してって、押しすぎて、最後は笑うしかないって作品で、あの、じゃあ,あ、れって言うけど、八つ赤村で。八つ村。野村屋をしたの監督の。やっぱ怖い。怖い。うん、怖いよ。怖いけどね、あの最後はもう笑うしかない。うん、だって、一番最初にね、あの、 加藤が出てくるんですよ、加藤たつや、これ2時間かかるぞ、これ、たつやで、大竹印刷が、間違いありませんね、田中達也さん、で、この主人公の寺田ビ也萩原健一ね、あなたのおじいさんに当たる井川おしまつさんです、たつや、ああっていきなり毒殺されちゃうんよ、始まって3分よ。 始まって三分でいける加藤し毒殺ですよで「ブラ,ラーって言ってその飛ぶタントチが汚えんだよでそれ,それを受けた萩原源氏「来た!」この調子どんどんもうびっくりするぐらいのスピードでどんどん殺されてる藤岡拓哉は「バーッ!」<laughs> 学校の先生やってる下地馬さんみあなたとおあなたの生まれについてじっくりお話ししたいことがあります」<laughs> <laughs> それ、優勢からの物体スにやられてないぞ。 確かにそう。ほうで、中で有名な重要な鍵を握三32人殺し事件となって、それが山崎勤が完全なものみたいな。ああ、もうあら怖い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 。ひたすら殺人だもん。ひたすら殺人だもん。安田鎌の名前の元にだった安田鎌のね、天子一族の落ち武者が8人ね、あの流れ着いたんだけど、その村人 人たちが毛利のその褒美につられて騙し行き、魂値村の祭りに誘い出して。<laughs> 毒を飲ませて殺させたので、でんでんでん。<laughs> <ー> <laughs> 何の時間なんだよ。<laughs> まだ田中邦衛がさ首切きられるとかなんかほんか田中邦衛がううううううっておーってってのここおお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 たおお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 てたたておおおおおにおおおおおうおお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 のおお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 おのおお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  松たいまでもたたって <laughs> <laughs> ほんで首が八つ並ぶのよ。八つ走りの落ちぶしの首が、なぜか寺の寺の,あのお寺のさ、縁側の縁先にこうやって並んられてるらもう焼かれちゃってどころやたの <laughs> これじゃばい毛利だって半分ずつ。<laughs> <laughs> 焼いちゃうのそれがずっと並んでね。デーデーデー <laughs> っとなったら <laughs> その八つの首のうち夏柳さんの首だけが目開けてねーうわー怖い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 <う>怖いわなのにですよなのにですよ、うん、謎をう金田石浩介役が、うん、厚美清さん <laughs> 緊張感ねんだよ <laughs> あんた解けないだろこの謎全然解けないだろうが <laughs> よい、うん つまりハンディはって言ってるから言ってるわしから片っ端から殺されていくんですよ <laughs> 誰か一人ぐらい救えよ止めろ反抗。ポ、うん、ンコツなんだねで追い詰まってもう6人ぐらい死んでんですよ<ー>6人ぐらい殺す <laughs> このままでヤツ赤呂立たりヤツ赤明神様の祟た,たりと同じ人数が殺されてしまうって言ってる時に渥美教師ねえ何しに行くか旅に出ちゃう <laughs> トラさんじゃん トラさんじゃん完全にもうほうきじゃん俺も完全に見てるかごはもう完全においちゃんの心境 <laughs> トラやるおいちゃんだよおら知らねえよおらおらこれ以上殺されても知らねえよバカだねあいつはみたいな <laughs> 初代おいちゃん森川氏みたいな心境ですよ <laughs> 本当。全部頼ながってほんで,で帰ってきて「ね、いや金谷さんお待ちしてたんですよ何されてたんですか?」って <laughs> 花沢徳栄の刑事とかみたいな取り囲んで 最後鍾乳洞でのクライマックスですよ鍾乳洞でいよいよ本当の本物の犯人が分かるんですねで本物の犯人が小川真美の演じてる森美也子って役なんだけど「ハディは森美也子」みたいな <laughs> なんか次の曲紹介するみたいな <laughs> <laughs> 赤組の鳥はみたいな感じで「<laughs> <laughs> ハディは森美也子」って渥 <laughs> 美さんとあの調子で言われたらもうぶち壊すわ <laughs> でもでも殺人のトリックに犯人があの時こういう仕掛けて心理的なトリックを仕掛けてたからあの時みんなは彼女に注目することができなかったんですとかあの時ああ見えたのは実はこうだったんでなるほど巧妙に考え抜かれたトリックですねとかこれが大事なですね金代地といえばそうです犯人の森宮子決めての決めて最後の決めて何だと思います彼女は実は

竹さんすみませんね、こういう形で3本しか紹介できませんでしたけどそうですよね、えー、ベスト10にしてなくてよかったですね、八つ墓村でもどうですか <laughs> やかもでもやっぱこう近代シリーズの中でも異色だって言われてて、やっぱそれ一番は渥美さんがやってるからですね <laughs> <laughs> どうよね。だから普だん、明るくもう芸人的な感じでやってる人が、実はこういう世界観あったら、より怖いんじゃないかみたいないでもね後に、かかええと豊川悦司さんでましたよねリメイクしたんですけど。えー 松見さんの方がいいですよ。断然違いますよね。断然。センターメイチカコンのあれは。イ川カコンはいいんですよ。イ川カコンはいいけど、あの石坂浩二五部作。これまでなんですよ。皆さんね犬神家の一族、悪魔の手まり歌極門島女王端病院坂の首くくりの家。このコモまあ最後の病院坂だけはいいや。あのまあ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 極門島だ。これもう極門島のもう取り方がすごいですからね。 ぜひねよく、あのー、怪しそうな女性が結局犯人だっていうことだけはもう変わらないんですけど一番この中で大女優が犯人だなっていう,う、ね、なるほど、ね、スター女優が出てきたらタイムが変わるルールだと思ってみたら「<laughs> 名探偵コナン」も有名声優はもう確実に犯人ですからこの声どこかで聞いたことあるやっぱり <laughs> なった上でねあってそれを上でのどうやって料理していくかっていうことですね、えー、だからこそコロンボは偉大なわけですよねそのと<ー><ー>そ,そういうことなんだ <laughs> <laughs> 君,君今の声彼の声目撃したね <laughs> はい見ました君も今の声目撃したね <laughs> はい見ました警部君も今彼の声確認したね <laughs> はい確認しました警部どういうことだコロンあんた自分で自分の声を認めたんですよ カメラを確認したんですそう <laughs> その通りここにずらっと並んでるカメラ私たちは誰がどのカメラがダシュラのカメラかっていうのをあなたに何も言いませんでしたよでもあなたはこのカメラこのカメラこのカメラもあるのにそのカメラを撮ったそうそれとおり そこにダシュラーの撮ったとされるあなたの奥さんの写真が入ってる中、ね、ダシュラー以外に分からないはずのカメラがどうして分かったんでしょうねでん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 たいと思いますんで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 , <laughs> でん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 ううで、ね、んでんででん これなかなか面白いテーマでしたねあまあ夏にぴったりったじゃないですかねでも本当にマイナーブラザーズと夕暮れにベルが鳴る一刻も早くずすなとちょっとそうですねずすなとポッシブルでよろしくお願いします A.C.B. 見ますはいお知らせ何かありますか特に大丈夫はいまあいろんなお仕事なさっておりますツイッターなどもなさっておりますのでぜひ松崎さんいつも告知ばっかしてお仕事をチェックしていただければと思います本日のゲストは映画評論家の松崎民生さんでしたありがとうございます ありがとうございます。